松潤さんこんにちは。今日もピアノマン、おめでとうございますということでね、毎日新しい曲をね聴かせていただいてるんですけども、この男女の出会いの場っていう話がありましたけども、確かにね男女の出会いの場って増えてるのかもしれないですよね。やっぱりインターネットってものがあって、その交流の機会っていうのはどんどん、増やされてると思うんですよ。できっと一つにはこの松潤さんのこのチャンネルもね、男女の出会いの場としてのコンテンツが提供できるんじゃないかなっていうところもあります。男女ともですね、ちょっとピアノを弾いてみたいなとか、音楽にもう一回、親しんでみたいなっていう気持ちはあると思いますんでね、そういうアプローチも考えながらこのコーナーずっとやっていくとまた一ついいんじゃないかなと。しまいには松潤さんがなんか募集してもいいんじゃないですか、マチコンをね。ピアノに興味がある人、音楽に興味がある人とかね、そんな感じでね、それもまあうっすらと考えながら言ってもいいんじゃないかなと思います。でそれでね、 Q&A コーナーなんですけども、これ非常に大事でですね、人っていうのは悩みを持っていて、その悩みに対する問題解決をいつも探してるんですよ。で私がいつも速稼塾の中で提供している悩みの4つなんですけども、仕事の悩みね、でお金の悩み、健康の悩み、恋愛の悩みなんですよね。で人間はね、10歳ぐらいから70歳ぐらいまでいつも異性を意識してるんですよね。まあその他の年代も意識してるといえばしてるんですけども、特に恋愛に対して色濃く意識するのは10歳から始まってですね、でピークが20代30代そして40代50代があって、なんとね70代ぐらいまでおしゃれをしてみたりとか異性を気にしてみたりとかで、まあ年を取ってもね、70近くなっても若い女の子を見るとねときめいたりするというふうなね、そんな証言もありますんで、そうなんだろうなと思います。まあとかく私たちはね、人間っていうのは感情の生き物であって、本能だけではなくって感情の生き物なんですよね。感情と本能ってちょっと似てるんですけども、まあ、動物的な生殖行為をするための本能ではないんですよ。本能っていうのはね、ある時期、例えば春の時期に盛りがついて、他の時期は食べ物を食べたりとかね、体力をつけるのに一生懸命みたいな感じで移ろっていくんですけども、人間はねいつでも恋愛ができるんですよね。24時間365日春だろうと夏だろうと異性を愛することができると、まあ同性まで愛することができる人もいますけどもね、そういった形で私たちには結構恋愛のチャンスって残されてるんですよね。でそこにコミュニケーションの手段がなかったんで、たまたま近所の人、知り合った人、その何ですかね、近所のおせっかいおばちゃんが持ってきたお見合いの写真に依存していたんですけども、最近はそういうねおせっかいおばちゃんもいなくなりましたんで、どちらかというとインターネットを使ったその大きな市場でですね、でインターネットで出会いを探す人っていうのは向こうも同じような属性の人がそこにいるわけですから、結構こう、見つかりやすいのかなと思います。でも逆に選択肢が多いから選ばないっていうこともねよく起きることであって、選択肢が3つだったら3択なんですけども、やっぱりね1万ぐらい選択肢があったら100個断っても次の101個があるわって感じで、あと9900個もあるねみたいな感じで、いつの間にか時間が過ぎちゃうみたいなこともあるんですよね。これに関しましては林修先生がね、塾講師のこの方が出会いの確率っていうものをやってましたね。一番最初に出会った人の印象をなんかポイントにして、で何人目かでそのポイントを上回った人が理想の人だみたいなことを言うね、公式があったと思います。細かく忘れたんですけども、でそれもなかなか面白いなと思いますよね。塾の講師がね恋愛の講師もしてるみたいなね。で Q&A コーナーをたくさん充実させていくことが、これから松潤さんのコンテンツのキーになると思うんですよ。曲を毎日更新するのはもうこれはねミュージシャンなんで、松潤さんとしてはまあ当たり前だなと思うんですけども、Q&A ですよね。どうやったら自分の悩みが解決できるでしょうかってことに対して、音楽を通じて答えていくとかね、松潤さんなりの視点で答えていくことがファンを作る、そして、ファンの濃さを深掘りしていくと思いますので、こちらのコーナーね続けていっていただきたいと思います。で、今度ライブがね、松潤さんとのライブが12月13日、まあ、この日をもって正式に速稼塾に参加ということになると思います。まあ通常もうねやり取りしてますんで、速稼塾と同じカリキュラムを進めてるんですけども、意識的にね多分このけじめといいますか、スタートが切れるのが12月13日だと思いますし、その日をやっぱりね境に、このズームライブっていうのを皮切りに、私のコンテンツじゃないや、アカウントの中でも松潤さんのことをどんどんね紹介していったりとか、速稼塾のそのコーナーの中にも松潤さんのコーナーをちょっと作っていってもいいかなと思いますんで、そういうのもね込みで12月新たなスタートを切っていきましょう。そしてキーワードはですね、最高の恋愛のスタートを切る2021年にするために、松潤さんは音楽講師として
恋愛講師として君臨するんだっていう気持ちでね、やっていただきたいと思います。またですね、まあこれはもうちょっとしたらなんですけども、音楽付きじゃなくてもね、恋愛的な主観をですね、語れるような部分があっても、こぼれ話というコーナーでも作ってね、やってもいいかなと思いますんで、それもちょっと近いトークに、設定しておこうかなと思いますんで、ちょっとお心のどこかに入れておいてください。じゃあ本日は以上です。またね、更新楽しみにしてます。ではいってらっしゃい。